ユミエール公、ルイド・クルバンユミエール公、ルイド・クルバンは、ブルボン朝フランスの軍人。30年戦争に従軍して1650年に、陸軍少将となり、1653年から1659年まで、デュレンヌに従いスペイン領ネーデルラントでスペインと、戦った。1667年のネーデルラント、継承戦争でトゥルネー、ドゥエー、リール落とし、 翌1668年に陸軍元帥に昇進、ブルボネート・コンピエーニュ及びリールの総督にも任命された。1653年に結婚した南瀬伯爵夫人ルイーズ・アントワネットを通してルーボワ公と良好な関係を築いたことも出世につながった。1672年からのオランダ侵略戦争にも従軍1677年に サントメール包囲中に救援に駆けつけたオランダ総督、ウィリム3世を迎え撃ち、ルイ14世の弟ルレアン公フィリップ1世を、リュクサンブール公と共に補佐して、カッセルの戦いで勝利を挙げた。1683年に、ルイ14世が、東部国境地域の併合を行うと、ネーデルラントへ向かいコルトレーク、アウデナールデを占領している。 1688年に大同盟戦争が勃発するとネーデルラントへ送られたが、1689年にオランダの将軍、バルデック公とイングランドの将軍マール・バラ博に、ワルクールの戦いで敗北、リュクサンブール公に交代させられた。以後もリュクサンブールの下でネーデルラントを転戦、1692年の第一次ナミュール、包囲戦に加わっている。 1694年、ベルサイユで66歳で亡くなった。ありがとうございます。